エレクトリックベースで4ビートは可能かエレクトリックベースはジャズに向いているのか否やという議論は昔からあるようですねで私の場合は、まあ、ウッドベースもたしなみで <laughs> エレクトリックベースもたしなみなんですけれどもまあどちらかというとエレクトリックベースをメインにこう趣味で弾いてる人なので そういう人間からしてみればいや別にいいじゃん FOB とエレクトリックベースで弾いたっていいじゃんって思う派なんですけれどもね、まあ、自分を擁護しているようなところもありますけれどもねただあのそういうのも全く関係なしにジャズをこうムードとかイメージで聴いてる人からしてみればやっぱりステージ上にエレクトリックベース奏者が横向けにベースを傾けて弾いているのかそれともでかいタンスのような、ね、家具のようなウッドベースをドンとステージ上の。 こう大きなスペースを閉めながら空間を閉めながら弾いてる姿だと随分とですねイメージ違うような気がするんですよね。あとやっぱり音色の違いって大きいと思うんですよ同じ低音を担っている楽器とはいえどもですねで同じ周波数なんですよベースウッドベースもエレキベースも同じ周波数帯でありながらもなぜか ウッドベースのの方が人間の耳には低く聞こえるんですよね低い低音に聞こえるとでエレキーベースの方が少し高い音に聞こえてしまう不思議さってもあるんですけどもそうするとやっぱりこの低音ねウッドベースのズーンとくるような低音の方がやっぱりジャズっぽいじゃんって言われるのは致し方がないことだとは思うんですね。だけどまあ両方とも別に弾き方一緒なので、まあ、縦にするのかあるいはストラップつけて横向けにして弾くのかだけの違いですからね。 だからやってることは一緒なんですけれどもただウッドベースで確立されたことを、ね、また同じことを、ね、エレクトリックベースであの無自覚にやってもどうなのかなという気はしますね。まあ、もちろんいいんですよ趣味で例えばジャムセッションとかねあるいはジャズ犬とかこうバンドとかで仲間内でですね楽しく。 あの4ビートをやるって言うんであれば全然エレキだろうが4ビートあのねウッドベースだろ特にウッドベースなんて持ち運び大変ですからね一苦労ですから旅ですからねもう本当にね引っ越しみたいなもんですから一人引っ越しみたいな感じでそれ担いでスタジオでよっからしょよっからしょって行くのもまあいいのかもしれませんけれども例えばまあスタジオに行って手ぶらで行ってそこでエレキベース借りてそれで2時間とか3時間みんなで楽しくジャズをやるんであればそういう程度であれば私はもう全然 あのエレクトリック・ベースでも全然構わないと思いますしむしろその方が楽ちんで楽しいじゃんみたいな感じもするんですけれども、まあ、例えばプロとしてね自分がこうエレクトリック・ベースのジャズ奏者だという自覚を持って表現をするんであればあの能天気に無自覚に4ビートをやっているだけだとそれでいいのかなって気もするんですよね。だって 同じフレーズ弾くんであればベースライン弾くんであればやっぱりウッドベースの方がいいに決まってるんでね、まあ、個人的にはそう思うんですよやっぱりあの温かみのある音とかあと F ホールっていうんですけどねウッドベースのボディの脇にこう縦に長いこの溝があるじゃないですか空洞があの、まあ、空洞なんですけど空洞から空気が出ていくようなね F の形をしたの F ホールっていうんですけど、ね、フォルテみたいな形してますからねあの音符の。 音というか楽譜に記載されるね。だからその F ホールから出てくるこの低温の空気の振動みたいなものだから単なる弦の震えの音だけじゃなくてその大きなボディからタンスのようなボディから発せられる暖かくて低い空気ボワーンっていうのがこの周りを包むような効果があるんですよね。だからそのそこからららそこ発せられる、 低音の空気がうまく、例えばピアノだったりとか管楽器のをを包む、ブレンドしししてててくくれれ何とも言えぬ雰囲気を醸し出してくれる。だからそういうの全体を我々きっと無意識に耳で聴いてるんですよだからエレクトリックベースの音色とあのやっぱりウッドベースの音色だと全然出てくるジャズの雰囲気っていうのが違うなってその雰囲気っていうのはおそらくですけれども F ホールから発せられる温かな空気の音色全体を包むような。 感じそういうのもそのジャズっぽさを感じる要因の一つなんじゃないかと思うんですねジャズっぽさというかそういうのばっかり聞いてる耳でいきなりエレキベースの音を聞いてしまうから違和感を感じるっていうのが正確なところだとは思うんですけれどもねだから私はあの4ビートであればねやっぱりアコースティックのホビートだとウッドベースの方がいいかなとは思ってはいるんですよ。まあとはいえとはいえあの F ホールから発せられる音空気の音っていうのもその レコーディングもも時代によよっって全然違ったりすするんですよね特にそのエレクトリックあのピックアップとかのマイクの技術がね少しずつあの台頭してきた70年代になるとねほらエレキベースとかも出始めた頃じゃあそのエレキベースで応用しているそのピックアップの音色を拾うピックアップの音色じゃないですね弦の音色を拾うピックアップっていうのもエレキベースに据え付けられるようになったりとかもしてそれで録音したり すするることも増えてきてきんですよそうすると例えばですけれどもお城のエヴァンスって言われているあのビル・エヴァンスの「アット・ザ・モントル」ってありますよね有名なお城のジャケットジャック・ディジョネットのドラムで,でエディ・ゴメスがベースのやつなんですけどあれエディ・ゴメスすごくいいプレイはしてるんですけどどうもカッツンカッツンカッツンって音がするじゃないですか弦が指板に当たる音それを拾っちゃうんですよねだから低音よりもなんか弦の音あと弦の近くの音を 拾っててしままうのであまり低音が出いいないと素晴らしい演奏なのにどうもベースの低音がズイーンっていうのが来ないのは多分 F ホールから発せられる低音の空気よりも弦の震えの音それと弦周辺の音を拾ってしまっているからっていうのが原因なんですよねだから惜しいなと思うのにあの昔のようにウッドベースの前にマイクをつけてそのね 空気の音も、ね、低音の震える空気の音を録音してくれればもっと違う雰囲気のものになったんじゃないかなと思うんですねだから70年代とかあるいは80年代になるともうちょっとあの音録音の技術が発達してくるんですけどやっぱりフレットレスベースエレクトリックベースでフレットを抜いたフレットレスベースのような弦の震えの音を中心に録音されちゃっている音が多いのでどちらかというとなんかエレクトリック今でいうアップライト エレキベースみたいいいな音音でで録音されているもののが年年代80年代の多いですねだから音程の音の輪郭はとてもはっきりとキャッチされるんですけれども逆にその音程の悪さが目立ってしまうベーシストも出てきたりとかあるいはその昔ながらのねそのベースの銅の本体の前にマイクを立ててこう空気を録音していた例えば50年代とかそれ以前の40年代とかの録音とはまた違う。 音色ベースの輪郭がはっきりしてしまっているがゆえに逆に今度は、ね、あの低音のズン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 がちょっと削られてしまっているというような音を聞くと、うん、なんかねっって思ったりりすすることもあります、まあ、最近はどちらかというとその銅の鳴りを大事にした録音が多いようには感じますけれどもねだからそういう時代によってもその録音に対する考え方みたいなのがちょっと違ったりはしますよね。まあ、例えばほら、ね、ロンカータータの 音色なんかも、まあ、マイルス時代はねマイルスクインテット時代とかは、まあ、そんなにあれですけど。 目立った録音っていうか、ベースが前に出てくるような録音してないですけど独立してソロ,プソロプレイヤーになったりとかすると、まあ、ピッコロベースとかもやったりしてソロ撮ったりとかもすることもあるんでしょうけどやっぱ電気的なニュアンスですよね弦の鳴りをもう中心に撮ってしまっているのでだから逆に音程の悪さが目立っちゃったりとかもしてるんですけどねだから私は個人的にウッドベースで4ビートをやるんであれば せっかくなんだから弦の震えを中心にマイクで撮るよりも銅の鳴り銅から発せられる低音の空気を拾うような録音のものの方が私は好きですね、まあ、最近はどちらかというと両方ブレンドしたりとかもしている録音もある。 のが多いいみたですけれどもね空気だけだとちょっと物足りないですし低音というかモワンモワンってした空気になっちゃいますしかといって弦の震えだけを取ってしまうとニュー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  エレクトリックベースの役割は何というとやっぱりですねエレクトリックベースらしさをやっぱり出さなきゃいけないなと思うんですよね。あの 本当に胴体ののりっていいうのは叶いませんからあの家具のようなボディから発せられる低音にはどんなに頑張っても電気増幅してもそれと同じようなニュアンスっていうのはなかなか出せないっていうことは私もういろいろやって分かりましたからもう本当にベース始めた頃からウッドベースのニュアンス出そうと思って弦を張り替えたり低い位置を変えてみたりとか。 いろいろねアンプのセッティングとかエフェクターで凝ってみたりとかいろんなことやりましたけどやっぱりエレキはエレキなんでねやっぱエレキの良さを前面に出した方がいいでしょうと思うようになったんですねじゃあ,あのエレクトリック・ベースらしさをうまくジャズとしてこう表出してそれで素晴らしいプレーをしていてワンオンリーのスタイルを築き上げているエレクトリック・ジャズ・ベース奏者は誰かというと私2人あげたいと思うんですよね1人はススティーブ・スワロー もう一人がアンンソソニー・ジャクソンなんですよこの二人、私は素晴らしいベーシストだと思ってまして、まあ、あのまずスティーブ・スワローから言いますとピック引きなんですよね、もう本当にこれはエレクトリックベースしかできないことをやってるなと思いますね、まさかウッドベースをピックで弾くわけはいきませんからね、ピックがもうダメすぐダメになっちゃいますよね。 でピック引きというとやっぱパンクだったりとかパンクロックだったりとかねあとこう日本の昔バンドブームの時に流行ったビートパンク系なあのベース連想するかもしれませんけれども。 いや違うんですよね。こうギザギザした音じゃなくて、むしろ逆に温かい音色をピックで弾くんですよ。で、粒立ちがはっきりでとてもクリアな音色で温かくね、歌心のあるフレーズ、特にソロを弾くときとかは弾くんですよね。だからピックっていうとどちらかというと音が尖った音になりやすいと音価をはっきりした粒立ちをはっきりさせやすい効果を持った奏法なんですけれども、逆にまろやかな なんかカッパーの銅のピックを使っているらしいですけれどもねなんかそれをフロント寄りで、まあ、フロントっていうのは指板の方に近いところで温かい柔らかい音色が出るところで弦をこう撫でるような感じでピックを使っている独特な奏法なんですよねだからああいう弾き方をしている人はスティーブ・スワローしかいませんですよね。だから私は カーラ・ブレイとやっているトゥ・ゲザーなんてアルバムがすごく好きなのでぜひそのピックならではのエレクトリック・ベースの味わいを聴いてみたいという人はトゥ・ゲザーってアルバムおすすめなのでぜひ聴いてみてくださいそれとアンソニー・ジャクソンですねアンソニー・ジャクソンもピック引きすること多いんですよねただ考え方がちょっとスティーブ・スワローとは違っていてやっぱりジャストなタイミングを出すっていうのは指よりも柔らかなこう肉で形成されてるね指よりも やっぱりカチッとしたあのプラスチックだろうかもしれませんしセロイドかもしれませんけどそういう固い固形な物質で弦をピッキングした方がより粒立ちがはっきりしているのと音の立ち上がりが早いのとジャストな正確なタイミングでビシッとここの点に向かってパシッと位置を落とせるみたいなねそういうようなそうあの考え方でアンソニー・ジャクソンっていうのは。 あのピック使ってるんですよねだから音か粒立ちがめちゃくちゃ正確でですねまあこういうのだとエレキベースの方が音の立ち上がりって早いですからこうウッドベースの場合だとどうしてもモーンってちょっと一瞬本当コンマ数秒遅れてもわーんって音がうーんって立ち上がるところがピックでしかもエレクトリックベース反応の速いエレキベースで弾くとジャンってジャストにピシッピシッピシッと音を置いていくことができるんですよね。 だからそういう正確な表現をするためにはエレキベースかつピック奏法っていうのはものすごくありだと思うんですよだからアンソニー・ジャクソンはテクニカルなピアニストと組むことが多いですよねミシェル・ペトルチアーニだったりとかあとは私好きなのミシェル・カミドの「サンタン」っていうね「イントリオ」っていうタイトルのアルバムですけどミシェル・カミドとの共演なんかもねミシェル・カミドめちゃくちゃテクニシャンですからねそういう人と してる人あとと最近だと上原博美ですよ、ね、なんかみんな本当テクニシャンで素晴らしいピアニストの人たちをもう自由奔放に奏でる人たちですよねその3人ともねその自由奔放なピアニストがちゃんと奔放にこう暴れられるようにずっしりと低音を6弦ベースで支えてるんですねまあアンソニー・ジャクソンはエレクトリック・コントラバス でしたっけコントラバスギターって言ってるのかな6弦ギターとか、ねまあ、ギターの延長線上の楽器というようなニュアンスで呼んでいますけれども、まあ、とにもかくにもああいうずっしりとした体格の人がずっしりとした6弦フォデラの6弦ベースをストラップをつけないで、ね、椅子にずっしりと座って構えてそれでもうとんでもないテクニカルなプレーでしかも正確な、ね、音歌で。 支えるというね。その図式がとても良くてまあ、こういうね。ベースは多ウッドベースではちょっと無理かなとは思うんですね。だから、エレクトリックベースならではの特性を生かしたユニークなプレーを生み出したプレイヤーと言えましょう。いや、アンソニージャクソンにしろスティーブスワンの後ろ。 あとまあアンソニー・ジャクソンに関してはあと、まあ、実はですねアンソニー・ジャクソン私好きになったのはジャズの方面ではなくてですねドナルド・フェーゲンで好きになったんですねす素敵なすごいすっげえジャケットも,もしかしたら下手なジャズよりジャジーなムードを出してるんじゃないかと思われるあのドナルド・フェーゲンの「ナイト・フライ」っていうアルバムがあるじゃないですかそれはもうすごい贅沢なアルバムでいろんなねベーシストを 雇っているというか、曲によって使い分けている。贅沢なアルバムなんですよね <laughs>。で、その中でアンソニージャクソンが参加している曲いくつかありまして、その中で igy って1曲目の曲が私ものすごく好きで。うーる。だって、ちょっとスタッカートと。あと音の伸ばしをものすごく巧みに使い分けている。すごく印象的な独特な。 ベースラインを聞いて私はめちゃくちゃ好きになりましたね。ルルって伸ばすのとこと、タッ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 タタってスタッカーとの跳ねるとこの配合具合が絶妙なんですよ。だからルービーマイベイビーだったかな？3曲目のだからそれのベースラインとかもすごく好きで、この2曲で私はアンソニー・ジャクソンすげーって今まではなんかすごくあのテクニック重視の なんかフュージョンベーシストのようなイメージで見ていたんですけれども、まあ、先入観偏見ですよね。でだけどもドナルド・フェーゲンを聞いたことによってこのベーシストですげえ面白いベースライン奏でるなーってとこから始まってであとミシェル・ペトロチアーニも 雇っているじゃないかって LD 買って見てみるとなんて素晴らしいベースなんだろうと思いましてですねそれ以来もアンソニー・ジャクソンのトリコになってしまいましたねでも残念ながらアンソニー・ジャクソンがリーダーっていうのは出してないので、まあ、本当その点も好感持てますよねベーシスト。 っていうのはあんまり表面に出て目立ってどうするよというようなところもベース弾いてる私ですらそう思ってしまうのでね、まあ、無理してベーシストがリーダー出す必要は私はないと思うんですけどその分ですねあのやっぱり最近だと上原ひろみだったりとかね やっぱり、ね、ミシェル・カミドとやってるやつ素晴らしい超絶プレイですよ <laughs>、うん、だからそういうのを聞くと本当にこの人はベース職人だなってベーシストの鏡の中の鏡だなと思ってますだからエレクトリックベースの中でジャズの表現をく一つの表現を確立された素晴らしいベーシストだと思いますので皆さんウッドベースだけがジャズじゃないぞということをまず主張したいのとであのウッドベース とはまた違う,こう語法というか文法表現スタイルを築き上げたベーシストにスティーブ・サローとかアンソニー・ジャクソンがいるぞということを今回はお話ししたくて録音させていただきました。じゃあぜひねスティーブ・スワローだとト t ゲザーアンソニー・ジャクソンだとミシェル・カミロのイントリオあるいはカッコ3ターンをお勧めしたいと思いますの、ね、でいてみてくださいね。ということで最後までお聴きくださいましてありがとうございました。